今の私のもうフィニッシュムーブですあのね、見えてます見てますいや、だってこの前の翔太のフィニッシュムーブはまだまだ見えてたあの、見えてないんですよ仮に入ったとしましょう、はい、けど私、あっち向いてます会社に出身した時に、あなたは向こうを向いていた佐野さん、はい、あなた何年選手ですかレフリーの立ち位置、見ましょうよカツロールも、あったんどこに連敗してるからもう一回だけチャンスやるからI'm sorry.
もうこんなことやられるんだったらよ、おい次回はよ、この俺たちマラッチからよ、自前のレフリーを用意してやるよ。てめえらなんかよ、シングルでも何でもやっちゃうからよ、おい覚悟してみよう。おい新婚ポケ、おいおい、ベルト落としても相変わらずペシャリ頑張りやな。おい、リング上で男同士で決着つけたことを女性のせいにしてんちゃうぞ。おいおい、マガツキの皆さんよ、おい今日はうちの忠介お母さんちょっと腕が取れちゃったからあお休みやけどよ、おい忠介お母さんが帰ってきたらもう一回俺たち大阪軍対マガツキ対抗戦、シングルでもタッグでも何でもいいよ、やったらいいんか。おいおい、自前のレフリー用意するんやったら勝手にしてくれ、俺たちは何も文句は言いません。なぜならば、なぜならばそれが何もスタイル。僕はもっと強いチャンピオンになって正宗さんと防衛戦をやりたいと思い、今日ちょっとごめんなさいしました。僕がもっともっと強くなるためにやりたい選手がいます。 VKF に出てる大阪の選手、一番強い相手とやりたいです。僕が思う一番強い選手、金本浩二です。河村さん、8月14日大阪、アゼリア大将正宗自主工業、僕行きます。そこで直接戦いたいことを伝えたいので、ぜひ金本選手を会場に呼んでもらえないでしょうか。金本さん、はじめまして、勝村修一郎です。そこから浦安に来て1年ちょっとこのベルトにたどり着きました。このベルト取ってから知ったんですけど、自分が総合始める前、レスリング始める前、中学生の頃テレビで新日本プロレス金本さんを見てました。そこから20年近く経っていろんな道を歩んできましたが、今プロレスに入って、今同じ団体のベルトを巻いています。チャンピオンとして対戦相手に金本さんお願いしたいです。俺の答えは、勝村選手やるやで。俺がこれを受ける理由があるけど、ちょっと聞いてくれよみんな。俺はプロレスが大好きで、新日本プロレス入門して20何年間やってきた。あ、それで関西に帰ってきてからも全日本プロレスレッスルはいろんなとこできた。関西は知ってる、で関西に帰ってきたのもそう。まあね、その時に俺ちょっとプロレス注文が気持ち的にほんま少しお前燃えてるかもわかんないけど、ちょっと冷めてきた部分があった。でもそれを引き止めてくれたんだ VKF の
試合が俺をこの世界に引き止めてくれたんや、うん、だからその VKF の恩義に俺は応えたい。だから俺が VKF の代表として、うん、ガズレーションそのベルトしっかり俺が取り返しにするわ。よろしくな。ここアジリア大将このベルトかけて金本浩二勝村修一郎戦います。金本さん、俺はあなたに憧れてました。通ってきた道は全然違うけど今の俺プロレス大好きでそれでいて強いですよ。